お世話になります、ガッキーです。それでは今日のテーマですけど、まずコンピューターウイルスの特徴について話します。そしてマルウェアの種類と特徴、そしてこのコンピューターウイルスとマルウェアの関係性について話していきたいと思います。それではまずウイルスと聞いて皆さん思い浮かべるものが、最近の新型コロナウイルス、そしてコンピューターウイルスというのを思い浮かべる方が多いと思います。まずこちらのコロナウイルスの場合は体に入って感染します。そして体の中に潜伏して増殖して、最後に症状が出る、発病、熱が出たりします。このコンピューターウイルスの定義なんですけど、こちら経済産業省が出しているウイルスの対策基準というものがあって、この自己伝染機能、潜伏機能、発病機能のうち一つ以上有するものということが言われています。まず自己伝染機能ですけど、自ら複製して他のシステムに伝染する機能になります。そして潜伏機能ですけど、発病までユーザーに察知されないように特定の時刻や時間、処理回数になるまで症状を出さない機能になります。そして発病機能はプログラムやデータなどのファイル破壊や利用者の意図しない動作などをする機能、コロナウイルスの発病とコンピュータウイルスの発病というところは、症状を出すというところで近いものがあります。それではこのコンピュータウイルスについてもう少し詳しく説明していきたいと思います。まずは感染形態に着目して分類していきます。感染形態の分類としては、ファイル感染型、マクロ感染型、システム感染型の大きく3つに分かれます。ファイル感染型は .exe などの拡張子を持つプログラム実行型のファイルに感染するウイルスです。マクロ感染型は一般にマクロウイルスと呼ばれていて、 Excel や Word などが使用するマクロという機能に感染します。ファイル感染型との違いは、実行ファイルではなくデータファイルに感染する特徴があります。システム感染型はハードディスクのブートセクターなどのシステム領域に感染するウイルスです。コンピューターの起動時に実行され、コンピューター全体の制御に影響が出ます。新型コロナウイルスはインド型など変異株のニュースが取り上げられていますが、コンピューターウイルスも自ら変異させる機能があるものがあります。ポリモーフィック型ウイルスといって、感染のたびに異なる暗号鍵でウイルスのプログラムを暗号化してコード自身を変化させて、ウイルス駆除ソフトのパターンマッチングによる検知を回避します。ポリモーフィック型ウイルスはミューテーション型ウイルスとも言います。このようにウイルスの存在を検知されにくくする機能を持つウイルスをステルス型ウイルスと言います。今説明したコンピューターウイルスはマルウェアと呼ばれるものの一種になります。マルウェアは悪意のあるソフトウェアの総称になります。マルウェアの種類について説明していきます。まずはワームです。ワームは虫という意味ですが、虫は一匹でも独立して生きていきますよね。ワームはコンピューターウイルスのように他のプログラムに寄生せずに自立して存在して、コンピューターネットワークを経由して自身を複製しながら自己拡散するマルウェアのことです。次にトロイの木馬です。ウイルスやワームは増殖しますが、トロイの木馬は増殖しないマルウェアになります。利用者からは便利な普通のソフトのように見えますが、実際に裏では攻撃活動を行うものがあり、感染に気づかずに被害が長引く可能性があります。このトロイの木馬の一種にバックドアがあります。直訳すると裏口の意味で、侵入したシステム内のコンピューターと攻撃者が通信を行うためのマルウェアになります。このバックドアを利用して外部から攻撃の指示を行ったり、機密情報を送信したりします。このバックドアを利用して攻撃者から指令を受けて、さらに他のコンピューターやネットワークに対して攻撃することが特徴のマルウェアをボットと言います。感染したコンピューターを含むシステムの情報を盗むことを目的としたマルウェアをスパイウェアと言います。
このスパイウェアの一種でキーボードの操作履歴を記録して打ち込んだ ID、パスワードなどの機密情報を入手するマルウェアがあります。これをキーロガーと言います。ディスプレイに映っている情報を丸ごとスクリーンショットして、それを摂取するマルウェアをスクリーンロガーと言います。マルウェアの分類について説明していきます。先ほどコンピューターウイルスについて話しましたが、競技の意味でのコンピューターウイルスとされています。この競技の意味でのコンピューターウイルスとトロイの木馬ワームを合わせて抗議のコンピューターウイルスと言います。マルウェアは日々進化を続けているので、 IPA のホームページなどを利用して常に最新情報を確認するように心がけましょう。